とですね、島村さんとのコラボ商品第7弾が決定しました。イエーイ。はい、ということでね、今私が着ているお洋服もコラボ商品なんです。めちゃめちゃ可愛くないですか？はい、ということで今回せっかく島村さんに来たということで、はい、今日はひなたちゃんに一日店長になってもらいたいと思います。店長で何をするかというと、せっかくねこのコラボ商品が発売されるということで、ひなた店長に売り場を作ってもらいたいと思います。いいですか、私が言っちゃって。前さ、撮影で来たじゃん、はい、第1弾第2弾の時かな、売り場にさ置いてあるのを紹介しただけじゃん、あの時。なのでみんなが見やすいような売り場を作ってもらいたいなと思って。いいんですか？できそう？多分大丈夫です。今日は店長頑張ってもらおうということで、はい、こんなものを用意しました。これは島村さんの店員さんのエプロン。すごい。これをつけて今日は店長頑張ってください。頑張りますすごい、初めて見ましたはい、ということでね、私は売り場作りをしたことがないので上手にできるか不安なんですけど、このお洋服をねさらに可愛く売り場作り頑張りたいと思います。それではエプロンに着替えたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということでエプロン着替えてきました。じゃん、ひなた店長ですはい、ということでこちら今から私のこの売り場を作っていきたいと思います。はい、ということでね、売り場が完成されてない状態を見るのは初めてなので、ちょっとね、うまくできるか不安なんですけど、ちょっと自分なり頑張っていきたいと思います。まずは、このマネキンにお洋服をさせていきたいと思います。せっかくなのでね、この真ん中のマネキンには、私と同じコーデをちょっと着させちゃいたいと思います。はい、まずトップスはこちらです。じゃじゃーん。こんな感じです。真ん中にはお花のアプリケがついていてめちゃめちゃ可愛いです。こちらの裾の部分は重ね着風になっていて、はい、こんな感じでめちゃめちゃおしゃれです。ここにもロゴがあります。こちらのパーカーをマネキンに着させたいと思います。あ、そうだ、これ腕を取るんだった。さっきね、教えてもらったちょっと忘れてました。こっちも取れちゃいます。はい、パーカー作られました。めっちゃ大変。パーカーを着せてるだけでもめっちゃ大変です。びっくりしてる。じゃあ次、ボトムスはこちら。じゃじゃーん。こちらのボトムスはですね、デニムなんですけど、すごい伸びる素材でめちゃめちゃ履きやすいです。で、ここがねちょっとハイウエストになっててスキニータイプになっているので、すごくスタイルがよく見えると思います。ちょっとポイントでロゴもあります。では着させたいと思います。はい、ということでコーデ完成しました。今ね、10月ということでまだ寒いのでアウターを着せたいと思います。アウターはこちら。じゃじゃーん。胸元にロゴがあります。なんとこちらリバーシブルになってます。じゃじゃーん。こんな感じです。こちらはなんとポッケになっています。これどっちで着せようかな、難しい。いいんじゃない？お、いい感じ。作りました。完成。やっぱりめちゃめちゃ可愛いですね。次はこちらのマネキンでお洋服を着たいと思います。まずトップスはこちらです。じゃじゃーん。ちらはこんな感じです。ポイントは後ろのところなんですけど、シフォンで切り替えになっててめちゃめちゃ可愛いです。表の方にこちらチケットがあってめちゃめちゃおしゃれです。こちら袖にロゴが入っています。ひらひらになっててめちゃめちゃ可愛いので、ガーリーなお洋服とかに合いそうですね。ではマネキンに着せたいと思います。決めました。はい、ボトムスはこちら、じゃーん、フレアパンツになっててね、ここがすごく今っぽいですね。このウエストの部分はレースアップになっててめちゃめちゃ可愛いです。下がね、広がってるのでめちゃめちゃ足が長く見えます。では着せたいと思います。完成。豊か日向店長の腕前、豊か。はい、じゃあ次やります。3コーデ目はじゃじゃん、セットアップです。こちらのセットアップはルームウェアになってます。はい、まずトップスから紹介していきます。トップスはこちら、モコモコでね、めちゃめちゃ気持ちいいです。袖にね、テープがついててめちゃめちゃおしゃれです。はい、そしてボトムスはこちら、サイドにテープがついてます。ではこのセットアップをマネキンに着せたいと思います。可愛くないですか？もうね、本当にね、肌触りがね、めちゃめちゃいいんです。はい、ということでマネキン3体にお洋服が作れました。まだこれで終わりじゃないんです。他にもね、コラボ商品があるのでそちらも紹介したいと思います。はい、続いてのお洋服はこちら、またまたセットアップです。めっちゃ可愛くないですか？こちらもね、生地がもうモコモコでめっちゃ肌触りがいいです。ロゴが入っていて、なんと後ろにじゃじゃーん、大きいアプリケがあります。めっちゃおしゃれじゃないですか？これ超かわいい。ボトムスはこちら、ここにちょっとポイントでロゴが入ってます。次からはこちらのお洋服はハンガーにかけていきたいと思います。ハンガーにかけ終わりました。出来上がってる、いい感じ。はい、続いてはこちら、じゃじゃーん、アウターなんですけど、こんな感じです。超モコモコしてます。後ろが大きくロゴが入っていてかっこいい、すごい。ファスナーの取っ手の部分はこんな感じです。じゃあこちらもハンガーにかけちゃいます。めちゃめちゃ出来上がってきてます。すごいいい感じです。はい、完成しましたー。イエーイ。どうですか？めっちゃ良くないですか？ちょっとね、最初はうまくできるか不安だったんですけど、すごいやっていくうちにね、だんだん慣れてきて、めちゃめちゃ楽しかったです。はい、今回のコラボ商品はこのね、お洋服だけじゃなくまだ靴下もあるんです。じゃーん、こちらです。この靴下はここに大きいロゴがあって、ちょっとなんかスポーティーな感じでめちゃめちゃいいです。こちらは色違いでブルーですね。すっごい大人っぽいおしゃれな色。ここにもロゴが入ってます。じゃあ続いてはこちらの靴下、すごいシンプルな感じなんですけど、ここにちょっとポイントとしてちょっと飾りがついててめちゃめちゃ可愛いです。ここにもロゴがあります。デザインがシンプルなのでめちゃめちゃなんか何にでも合わせやすいと思います。次、こちら、こちらはハイソックスになっております。で、この後ろにロゴがあって、ここにボーダーが入ってます。すごい大人っぽガーリーな感じでめっちゃ可愛いです。はい、ということでコラボ商品は以上になります。めちゃめちゃね、おしゃれで、色味もね、今時っぽくてすごい可愛いです。皆さんもぜひチェックしてみてください。今紹介した商品は10月16日より全国のしまむらさんで発売になります。詳細は概要欄をチェックしてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。では、バイバーイ。